近田春夫さんは、日本を代表する音楽プロデューサーの一人です。近田春夫&春夫フォンや、近田春夫&ビブラストーンズなどのグループを結成し、日本の音楽界に衝撃を与え続けています。小泉京子さんや西城秀樹さん、薬師丸悦子さんなど、様々なアーティストのプロデュースや楽曲提供も行っています。そんな近田春夫さんの若い頃から2023年現在までの活動遍歴についてまとめてみました。また、あまり明かされていない元妻の近田真理子さんや子供について、業界人だった父親についてもお伝えします。近田春夫のプロフィール、本名、近田春夫、生年月日。1951年、昭和26年、2月25日。身長、160センチメートル。出身地、東京都。最終学歴、慶応義塾大学文学部中退。所属事務所、近田春夫事務所。牧師、近田春夫の若い頃から現在、2023までの活動遍歴。元妻、近田真理子との結婚。子供の情報はない。父親は業界人。近田春夫の若い頃から現在、2023までの活動遍歴。近田春夫さんはミュージシャンとして50年ほどのキャリアがあり、その間で数えきれないほどの音楽グループを結成しています。2023年現在までに活動していたユニット遍歴を書き出すだけでも、大変な量になります。まず、近田春夫さんのミュージシャンとしてのデビューといえるのは、1970年に参加したグループサウンズのバンド、ロックパイロットになると思われます。ロックパイロットは1960年代に流行っていたグループサウンズの末期に結成されたグループで、デビュー曲は沢田研二さんが作曲を担当した、ひとりぼっちの出発でした。近田さんはロックパイロットの正式メンバーではなく、サポートキーボードという位置づけでした。当時近田さんは19歳でしたが、音楽活動にのめり込むあまりに高校で留年を重ねているような状態でした。その後、いくつかのバンド活動を経て1972年に、近田春夫&春夫フォンズ、結成当時は春夫フォンを結成しました。黒人女性のボーカリストであるキャロン・ホーガンを迎え、ファンクやニューウェーブを中心とした楽曲のバンドでした。春夫フォンの活動で音楽プロデューサーとして注目を浴びた近田さんは、1977年から近田春夫のオールナイトニッポンのパーソナリティを務めています。また、雑誌、ポパイで連載コラムを務めたり、時代の最先端を行くクリエイターとして注目を浴びました。ラジオやテレビ出演などが多くなり、音楽以外の仕事が増えた近田さんは、タレント廃業ミュージシャン専念を宣言。1981年に、近田春夫&ビブラストーンズを結成しました。先進的な音楽性は、それ以降の日本の音楽界に多大なる影響を与えました。1989年には小泉京子さんの27枚目のシングル、フェードアウトをプロデュースし、非常に話題になりました。小泉さんは近田さんの楽曲の大ファンで、近田さんへの楽曲提供の依頼も小泉さん自身の希望によるものでした。小泉さんと近田さんが直接会って楽曲の打ち合わせをしたところ、近田さんは、俺は今4つうちのハウスしかやりたくないんだけど、それでもいいならやろう、と提案。小泉さんがそれに乗った形で楽曲は制作されました。小泉さんは当時トップアイドルでしたが、フェードアウトはトップアイドルが歌うには先進的すぎる音楽性でしたが、オリコン週間ランク2位となり大ヒットしました。
1990年代には作曲研究所などの名義で CM 楽曲を制作しており、これまでで1000曲以上を作曲。日本の CM 業界では小林亜星さんと木田太郎さんに続く第3位の提供数となっています。2000年代になると活動は緩やかになりますが、近田春夫&春夫フォンのリバイバルや、近田さんのキャリアを総括したベスト版などを発表しています。2018年には、超冗談だから、というアルバムを秋元康さん、ノンさん、小玉アメコさんなどをゲストに迎え、ソロ名義でリリースしました。2023年には72歳を迎えられましたが、音楽イベントやトークイベントなどに出演し、精力的に活動されています。元妻、近田麻里子との結婚、子供の情報はない。近田春夫さんは、スタイリストの近田麻里子さんと1974年に結婚しました。麻里子さんはオリーブなどの雑誌でスタイリングを担当されており、当時のおしゃれな女の子たちの憧れの的でした。近田春夫さんもファッションには非常に敏感な方なので、お互いのセンスを認め合われていたのではないでしょうか。お二人の間にお子さんがいるかどうかについては、明らかになっていません。また、いつ離婚されたのかも不明ですが、2023年現在はお二人は離婚しておられるようです。父親は業界人。近田春夫さんの父親は NHK に勤めていたそうです。父親の名前や顔写真などは明らかになっていません。NHK を退職した後は TBS のプロデューサーとして働いていました。ちなみに、近田さんの父親とクレイジーケンバンドの横山健さんの父親は同じ会社で働いておられたそうです。横山さんの父親も NHK から TBS に転職されたそうなので、もしかしたら仲が良かったのかもしれませんね。